ちは、伊藤丈一です。今日の How to DAO では Discord の使い方とサーバーの設定の仕方をしたいと思います。まず Discord っていうのは特にゲームをやっている人たちって昔から流行ってるチャットのシステムで、 Discord 使うのには Discord のサーバーにアクセスしなきゃいけなくて、でコミュニティごとにサーバーっていうのが1個ずつあって、そして大体 Discord のサーバーのリンクっていうのはこういう Discord、 これは Discord のマークですね。このゲームコントローラーみたいなエリアみたいなもので、これは錦鯉山越村のサイトなんですけど、ここにクリックすると自分はこの錦鯉NFT のサーバーに接続しました。で、ここの中にいろんなこういうチャンネルがあったり、いろんな参加している人たちがここで見れるわけですよね。で、僕らの変革のコミュニティのサーバーってここにあるんですけども、普通サーバーに最初に接続したときには、何も見れない場合もあります。で、うちの場合はこの Welcome っていうチャンネルしか見れなくて、で、この Welcome のチャンネルに来ると、あといろんなルールが書いてあって、そのルールを読んで最後このサムズアップってクリックすると初めて自分はメンバーになって、たくさん の他のチャンネルが見れるようになります。で、こういうふうに見れるようになったら、これはうちのサーバーの場合なんですけども、他のサーバーも結構似てると思うんですけども、このマニュアルがあって、このマニュアルに沿っていろいろこうやらなきゃいけないことがあって、でうちの場合は自己紹介してくださいとか、Web3 のメタマスクのウォレットを設定してくださいとか、いろんなこの勉強しなきゃいけないことがあって、結構めんどくさいんだけども、これは一つのゲームのクエストだと思って、これを学ぶことによっていろいろうちのサーバーの中で活動ができるわけです。もともとこの Web3 で使っているこういう DAO なんかは、ゲームをやったことある方は分かると思うんですけど、ギルドっていうのがあって、でゲームをやるクラブみたいなのがあるわけですよね。で、Discord がなんで Web3 ですごく使われてるかっていうと、これ一人一人の、僕なんかだとこのいろんなローがあるわけですよね。で、このローはゲームの中だったら、こう、ランクだったり、アドミンっていう肩書きが管理者だったり、こういろんなローがあって、そのローによって責任とかアクセスできるものとか、人をキックアウトできるとか、どこに書き込めるかとか全部設定されていて、でゲームのシステムともリンクできてるんですけども、ボットっていう外から接続するツールを使うと、どんな NFT を持ってるとか、どんなトークンを持ってると、どういうロールがもらえるかっていうのがリンクできるの でこれがすごく Web3 と相性がいいので、っていうわけでいろんな Web3 の DAO は Discord 使ってます。我々の変革のコミュニティなんかはいろんなチャンネルがあって、ソーシャルメディアだとか、子育ての話だとか、あとは例えば音楽、脳の多様性、ネロディバーシティとか、いろんなチャンネルがあって、で各チャンネルにまた管理者がいたり、そこの中でまた小さなサブコミュニティとかあるわけです。で、この設定をするのはサーバーを作んなきゃいけなくて、で他の人のサーバーの設定をコピーして自分たちのサーバーを作るっていうやり方もあるし、ゼロから作ることもできます。Discord のサーバーにもいろいろ種類があって、オープンな Discord サーバーっていうのは、さっき の山越みたいに、パブリックなところにリンクがあって誰でもメンバーになれる。これはほとんどはこうなんですけども、我々の変革コミュニティはクローズなコミュニティなので、一部の人しかインバイトもらえないと。で、一番正面入り口っていうと、この community.hancock.org に行くと、説明があって、そしてここでフォームがあって、このフォームに自分の情報を書くと、我々もすごく今多様性を重視しているので、変わった人たちから少しずつ入れていってるっていうのが一番簡単な入り方で、で、このフォームはでも書いたからってなかなか入れないので、もう一つは変革コミュニティのメンバーからメンバーシップ NFT をもらうっていうのはあります。で、このメンバーシップ NFT っていうのは、メンバーがこのお店っていう僕らの変革コミュニティの NFT のお店なんですけども、ここに来て、このインビテーションチケットっていうのを買って、誰かに送るとその人はメンバーになるんですね。このインビテーションティケットっていうのは1000変革っていう変革トークンを使わなきゃいけなくて、で、大体100変革も1時間なので、誰かが10時間ぐらいボランティア活動をしないと買えないので、結構これはコストは高い入り方。で、たまに我々もワークショップとか
ってうちのインビテーションを提供したりする場合もあるし、あとはポッドキャストでお便りを送り込んで、そのお便りを読んだらそういう人たちにもメンバーシップを送ってます。したがって自分たちもサーバーを作るときにはオープンにするのかクローズにするのかは最初から決めなきゃいけないです。で、サーバーの作り方は結構細かいところは大変なんだけども、作ることは簡単で、でサーバーを作るのにはこのサーバーを作成っていうこのプラスをクリックして、で答えていって、そして例えば作ればもうサーバーができちゃいます。で、ここからまた細かくいろんなサーバーの設定を作ります。このローをどうするかだとか、いろんな、いろいろ設定があります。で、これは Google とかでいろいろヘルプファイルもあると思うんですけども、それ見てみてください。で、サーバーの中でもう一つ重要なのは、このボットをどうするかと。で、ボットはロボットっていう意味なんですけども、例えば翻訳をしてくれるロボットなんかすごく便利であります。ここで例えば誰かのコメントに、旗をつけると、その言語にこうやって翻訳してくれるボットだとか、あとはなんか変な嫌がらせのハッカーたちを感知して追い出すボットだとか、あとは投票をやるボットとか、オークションのボットとか、プレゼントを配るボットだとか、あと多分 DAO を作る中で一番重要なのは、ウォレットとシンクして、その人のウォレットにどういう NFT とどういうトークンがあって、それだとどういうサーバーのロールがつながるかと。で、この2つ一番有名なのは、ギルド XYZ とコラボランっていうボットなので、説明欄にリンクを貼っておきます。多分いろんなサーバーの設計だとか、そのサーバーでどういうチャンネルがあるかとか、どういうふうにモデレーターが管理してるかとか、多分コミュニティによって全然違うので、一番いいのは自分が気になってるいろんな NFT プロジェクトのサーバーに入って、これなんかクマリオンのサーバーなんですけども、まあ、彼らがどういうふうになっているのかっていうのを見て勉強するっていうのが一つと、あとはコミュニティマネージャーとか、まあ、設定するのと管理するのには結構ボランティアが必要なので、まあ、そういうような仲間を見つけてくる。で、これもちろんリアルワールドで見つけてくるのもあるんだけども、他のサーバーでいろいろ活動してる人たちも仲間になって、まあ、ディスコード上手な人たちを仲間にするのはすごくいいことだと思いますし、あとは結構ちゃんとした DAO だとお金を払ってコミュニティマネージャーを雇うっていうのもあって、で、このコミュニティマネージャーっていう、こう職業っていうのがあるので、たくさんのディスコードサーバーを手伝ってるような若者たちもいるので、まあ、そういう人たち見つけるといいかなと。でも僕もちょうど1年前ぐらい、なんか一人でサーバーをセットして、で、9割自分のコメントを書いて、その頃ほとんど僕ら営業だったんですけども、一人でもサーバーを設定することはできるし、で、仲間を呼び込むのが次なんですよね。で、さっき言ったように、こうオープンにして、ウェブにとかツイッターで自分のインバイトリンクを貼って、たくさんの人たちに来てもらって、それ一生懸命整理するというやり方と、限られた人たちをちょっとずつ増やしていくっていう、こう考え方は全然違うと思うんですよ。だからメンバースクラブにするのか、こうオープンにするのか。で、途中からオープンにするとか、途中から閉めるっていうことも可能なんですけども、ただオープンにした方がやっぱり管理は大変だし、あとはこう管理用のボットを絶対入れなきゃいけないので、ちょっと設計は違うと思います。そしてディスコードのチャンネルの中には、いろんな種類のチャンネルがあって、例えばボイスチャンネルっていうのは、マイクロフォンで音声だとかビデオでリアルでできるチャンネルとか、あとはこうアナウンスメント、発表するチャンネルだとか、管理者用のチャンネルとか、いろんなチャンネルの設定もできるし、1個ずつのチャンネルにまた細かくこのパーミッションとかも設定、誰がか何がで何をできるかとか、1人ずつのこの管理者が何をできるとか、まあ、こういうのも全部設定できるので、細かく入っていくと、すごくコントロールが効く。ただ、だんだん複雑になってくるので、その辺のトレードオフを考えながら設定するといいと思います。で、できれば誰かに助けてもらうのが一番いいんですけども、まあ、説明用のビデオはたくさんオンラインにありますし、あとはできれば英語で検索した方がいいと思います。英語の方が説明がたくさんあるので、それで、Google Translate とかなんかで日本語で読むっていうのもあると思いますけれども、リソースは英語の方が多いです。この YouTube ビデオの説明欄に
いろんなツールへのリンクだとか、まあ、説明へのリンクを貼っておきますので、ぜひ見てください。質問があったらコメントの中で質問出してください。僕も全部読んでますし、できる限り自分で答えてます。それではまたオンラインで。